ワイン大国を夢見た男たちから侍たちのワインロードは2006年3月21日に TBS 系列で全国放送された特別番組第16回 JNN 共同制作番組案内人役はハリウッド俳優小山田誠撮影開始は2005年冬で山形、岡山、エジプト、フランスで1年間かけ撮影 出身地岡山県に2005年2月にハリウッドから俳優小山田誠が訪問、山陽放送のテレビに出演している姿を見た、山陽放送報道局代理、ディレクター孫令栄治は、小山田誠に当番組の出演をアプローチ。日本での撮影では、小山田はロサンゼルスと日本を合計3回往復。エジプトでの撮影期間は2週間。そして、 フランスでの撮影期間は3週間。エジプトでの撮影時は、エジプトの首都カイロで、爆破事件が起きたすぐ、後だった。番組のモデルとなった、スフィンクス像前での池田施設団、1864年。幕末の文久3年、幕府が派遣したヨーロッパ外交施設団34人で、生死は、現在の岡山県茨市の領主、池田長発だった。 1853年のペリー来航以来の開港騒動、下関での長州本船からの外国船、砲撃事件を受けて、再び鎖国をと、幕府が派遣したのが1200国、27歳の外国武行、長髪だった。フランス軍艦に乗り込んで、上海、インド経由、スウェズに上陸、海路に立ち寄った。肩から下は砂に埋まって見えない。 どうしてこんなものを作ったのか、と神ヶ佐の侍たちの感想を。その足で別のフランス軍艦に乗り換え、マルセイユへ。パリではナポレオン三世、あのシーボルトにも会っている。思惑だった上位、佐向で、事態収集は守備よくいかなかったが、ナガパツは近代フランスの国力に驚かされ、旅邸を打ち切り、急遽激動の幕末日本に帰国。 欧州各国への講師の派遣、留学生の派遣などを兼議している。幕府は逆に長髪に実況を命ずる。その長髪は多くの書類を持ち帰った。測量図、解剖生理学、工芸、宝石などに混じって醸造論がある。パリでゲーテのファウストに感激したりしているが、施設団の日記に、の際しばらくして、酒などを持ち来たり、まず夫人 おとりとある。ワインを楽しみ、産業としての醸造に関心を持ったと見られる。中東原産のブドウとワイン。時代は下って、明治の文化開化と六名館、ワインがもてはやされた。明治政府は近代化の象徴として、西洋野菜や果物の導入に進めている。同じ頃、ヨーロッパでは、ブドウの木に入る害虫フィロキセラが発生、壊滅状態にもなった。 日本の男たちは、ぶどう生産大国、ワイン大国日本王と夢見ることになる。ワインを食産産業として計画、東京の谷中や、兵庫の各去軍などに、官業領武道園が作られた。明治の元君、黒田清隆が温度を取ったとも言われている。岡山では、元池田藩の氏族、山内義雄が徒歩で100キロ離れた各去軍に出向き、ぶどうの苗木を数本持ち帰った。 その中に青ぶどうのマスカットがあった。明治19年、現在の温室の原型となる原始温室を作り、マスカット栽培を軌道に乗せる。この3内もワインを作っている。ボトルは残っているが、ワインブームになるまで岡山にはワインがある。また、新潟県の岩の原では川上全米が明治26年にワイン作りに成功している。明治天皇も行幸している。 全国各地で作られたワインのラベルは時代を映し出して面白い。日本へのブドウの付けの意外な展開も興味深い。長髪の法王から140年、日本には50に上る本格志向のワイナリーが誕生している。ありがとうございます。